実況103回目の今回は交流戦3カード目の戦い、日ハム3連戦プレイしていきましょう。現在チームの連勝は12連勝とどこまでも果てしなく大空のように続いていってますので、今日もまたそれを続けていくだけですね。1戦目の戦い、先発を畑に任せ、打線はこんな感じでチームのチャンスピンチに注目していきますのでね。対して日ハム打線このようになってます。まあ変わり映えのないことで、あまり戦力補強とかしてないですからね。まあ毎年同じメンツが揃ってます。いや、そんなメンツを倒すのは難しくはないからね。全然もう負ける気がしてないので、勝つ気しかしてない。今の俺全部勝つ気でみなぎってるからね。オーラとして出てるんじゃないかな、あのドラゴンボールの黄色いオーラ的なものがね。それぐらいもう勝つ気の気持ちでいっぱいなんで、もうそれを結果として示すだけですね。この北海道の舞台で負けるつもりはさらさらございませんので、よろしくお願いします。で、斉藤佑樹もね、再び一軍に上げてみました。今季初ですね。ですので、もしかしたら斉藤の出番。でも、あの男はビハインドでも起用とか敗戦処理なので、負けてないとないのでね、勝ってる場面では出てこないでしょう。まあ、斉藤どのコーナー関係ねえよ。そんなのね。今日も勝つ、元気に勝つ、正義は勝つ。あっはっはそれをやるだけだ。おお、いきなり強い打球はセンター正面。パッチアップはどうだろうか。いけるっしょ。アイランナー三塁に進塁っすね。軽くね。楽天にね。で、ゲレロ。まあ、いつもの流れだね。はい、どうだ、伸びて伸びて伸びて、落ちるよね。太田大志、なかなかの守備範囲だが取れなかったね。西川ならどうなんだろうね、取れてたかもしれない。ただ西川は確かこのペナントではポスティングでもう海の向こうに渡っていってます。日本にいない選手なんでね。まあ、西川ならとか誰ならとか意味のない家庭の話ですね。いないやつの話するほど無意味なもんないですよ。今いるもので戦い、そして今いるもので俺たち巨人は勝つんだから。はい、来たー、バラーの特大の一撃。どこまで飛んだ、すんごい、146m。 あそこまで飛ぶホームラン見たことねえや。観客もびっくりだろうね。あそこまで届くものだと思ってないから。届くんです。うわー、今のはもう会心の一撃、気持ちいいな。いや、もうこの一本でなんかリーグ優勝した時と同じ気分だわ。マジでどこまで飛んだんだろう。ここまでロビーの辺りですからね、すんげえわ。誰もボール取りに行かないっていうね、興味なしか。それはそれで悲しいぞ。え、でいきなりのピンチ、これだけ取ったのに。それはわけわからんな。まあ抑えますけどね、期待以上は。できればゼロでいってほしかったですね。うーん、横抜けていく。あれれ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 、3点取ったらこちらも3点取られるような野球をしていくのかな。そうじゃないでしょ、畑さん、連勝続いてますねんで。今日この連勝を止めたら無条件で2軍行きなんやで。野手投手問わずね、俺マジで2軍に送るよ。この連勝は止めるものでは決してないですから。邪魔する者が現れたらそいつを2軍に送る。秋山だろうが坂本だろうが菅野だろうがね、関係ねえ、止めてくれんな。まあこの1点はもうしゃあないですよ、しゃあないから。次抑えろって言おうとしたんだけどね、あっさり盗塁許してのこのピンチ。まあやるだろうと思ってたんですね。はい、真ん中、危ないよ、気をつけて。チェンジアップの真ん中とか打ってください、ボールやんけ。よし、正面、これで2アウト。あと1つで終わる、とりあえずはね。ミートエフで三振持ちでしょ。もうちょっと何か見せてくれよ、本当に。ほんでフィッシャー、ミートパワーは大したことないんだが打率本塁打えげつね。次清宮ですからね、ちょっと初回からなんか清宮に回したくない気分なんですけど、何をしとるんだお前は。はい、田中俊太、二軍行き確定。久々にね、ちょっと調子が悪かったからスタメンの中井がね、起用したらこれだよ。もう右に動く必要ないのに、ほんで清宮幸太郎に回す。別に怖いバッターじゃないからいいんだけどね。清宮どうのこうの関係なしに、今の2点目は完全に余計だったでしょう。正面にいれば何取れるとこ、なんで横に避けたんだよ。ボールを避けるやつが二塁手にいるっていうね、そのやつ起用してる俺って何、疑問点いっぱいあるわ。まあそんなチームが12連勝して言うね、このまま突き進めば優勝間違いなしですから。まあセリーグなかなかおかしなことやってますよ。もうやらないで、そしてまだこっちは取ろう。ちょっと予想外な1回のね、守り攻撃になっちゃいましたけどね。これはタッチアウトでワンアウト。なぜ正面飛ばすかな、今スパイクの方が速くなかったかな。
味方によっちゃそういうのもありだけどね。ゲレーロの打球は落ちるんちゃうか、もう落ちると信じて走るだけ、結果落ちないのであればアウトなだけ。この積極性は評価してくれ、うん、人間積極的に行くか消極的に行くか、ここで陰と陽が分かれるからね。俺はゲームの中くらい陽キャラになりてんだ、リアルめっちゃ陰やから。俺ほどまでの陰はおらんからね、陰を集めた集合体が俺ですから。よかったよかった、こうやって積極的にチャレンジできてね。はい、うまい右打ち。その積極性がまた何かの流れを生むからね。結局世界ってそうやって回ってるんだよ。取る取る取る、さあミスを取り返すことはできるか田中俊太。このまま行けば2軍行きは待ったなしだが、ここで完璧なゲッツーならば2軍に行け、用はない、懲罰交代だ、使いません、もういいや、吉川でいい、ここからはね、もういい、もう見切った、2軍行きどころの騒ぎじゃないね、戦力外まで行くよ。そしてチームは同点に追いつかれてる、これは全部田中俊太が作った流れだからね。1人のプレーがこうやってチーム敗北呼び込むんですよ。いやもう今でさえ2軍行き確定なんですけど、この試合負けたらマジで戦力外ですからね、一生使うこともないし、オフにおさらばですよ、まだ別に使わなくていい男ですから。兄より素晴らしい選手なら当然スタメンで使い続けますけどね、兄より全然素晴らしくない、結局この世界っていうのは兄の方が優れてるんですよ、弟はいつも兄に負けてる、そんな存在なんで、わかるだろう。うまく流したがファールだ、なんとか勝ち越しても取ろう。うん、ファールゾーンへ飛ばすのが野球じゃないぞ、フェアゾーンに飛ばすんだ。うまいバッティング、最終的にフェアゾーン飛ばすのが赤羽という男、も最高でしょこれ、ほんと一郎だよ。いやーもうこの男さえいればもうリーグ優勝は間違いないね。他もどうでもええわ、他全部ピッチャー斎藤佑樹になったり、なんなら野手全員玉中俊太になってくれても構わんよ、勝てそうだわ。さあ4対3、このままいけるほど甘くはないだろうけどね。甘くない、本当にピンチ来たよ、もう6回ワンアウトランナー1塁3塁で市川、まあゲッツーシフトっすね、ここはなんとかゲッツーで抑えたい。ピッチャーは星が出てきている、よし、まあもしくは三振でもいいけどね。よし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 、はい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 、吉川さん吉川さん、 OK、 これで2アウト、これで2アウト、ランナーは1塁。太田大志、今日は2ベースにフォアボール。いやこの太田大志はねすごい能力だ、えげつね、覚醒しとるね。正面、あー助かった、ただもう過去のね巨人にいた時のやつとは違うんで、ビジュアルも中身も変わってる、本当恐ろしいバッターだ。この3連戦要警戒ですね、この男はね。まあでも今1点差で勝ってるんで、このままもう行こうよ、生かしてや、たまにはスムーズに勝とうよ。いやいやいや、だからピンチを作るな。そして清宮、今日清宮に一撃浴びてるし、もうもうここは抑えるけどね、1試合2ホーマーはないが、どうだ、陽大館取れるね、はい、危ない、これレフト陽大館起用で助かったわ。岡島、うわっ、もうなんで真ん中投げたんだよ、もうそんなバカな、お前こんなんで連勝止まってみたらマジでクソだせえぞお前、ここでそれやる、13連勝がかかったゲームでそれ、嘘でしょ、これまで完璧に抑えてた土井がね、いやもうこれは俺のミスですからね、こっちのミスで選手のミスじゃねえよ、なんで巨人ファン笑とんの、打たれてんのに、なんとか取ってよ、そのまま敗北で、これで続けてきた12連勝がストップ、もうなんでこうなるのよ、これまでのなんかもう楽しかった気持ち全部吹き飛んでいったわ。せっかくバラで気持ちよく打てたんですけど、気持ちいい試合展開にすることはできませんでした。まあ土井も打たれてしまいましたけどもね、まあこれまで抑えてくれてたピッチャーなので、まあこいつあって、12連勝できたわけなんで、まあ、別にいいですよ。それよりもやはり先ほどから言ってる通り、田中俊太くんは2軍行き、お前のせいだよこの流れ。田中俊太の代わりに若林をこれからですね1軍に上げたいと思いますので、まあこの男はね非常にいい選手ですから、これからの活躍に期待ですね。少なくともお前は裏切るなよ。久々の黒星ですよ。いつぶりだろうね。もうだいぶ前ですよ。なんならもう3週間近く俺たち負けてなかったわけなんですからね。交流戦初黒星にもなりますから。まあ負けるときって案外こんなもんですよ。劇的に負けるんですよ。まあいい。次の先発は菊池雄星だから勝つことは確実。まあ負けはしましたけど、負け越しで行くわけにはこれも絶対行きませんのでね。次は勝つ。次は絶対に勝つ。
という思いでいきましょう。今日のオーダーもこんな感じですね。特に変化することはなく、チームのチャンスピンチに注目して、菊池が抑え、そして打線が打ち、次こそ気持ちよく勝たせていただきましょう。そもそも連勝中の間もね、結構接戦のゲームが多かったんだよ。なんか運の良さもあってのあの12連勝だったからね。大差で勝ってきたわけではないですから。まあでもね、また続けていきたいですけどね、12連勝と。次こそは13、14、15といきたい。まあ、これからまだまだ機会はね、自分で作ることが可能ですので、やっていけばいいんで、ネガティブになる必要はないよ。落ちる必要はない。上げていこうぜ、むしろね。パリピーポーだよ。ほほほう、うわー、今の1球もちょっと甘かったぞ。バラの2試合連続ホームランもあったな。あ、いやー、これも甘かった。なんか基本甘い、打ってほしいのかって思うくらい、誤解しそうなくらい甘い球が来とったね。2球続けてね。まあでもそれを運ぶことはできなかったが、チームは1点を取った。さあ、菊池雄星も捕まるの、なんやねんこれ。2試合続けて先発。はい、正面正面正面。まあもうそこからやらないのが菊池だな。さすが完璧なゲッツーだよ。菊池雄星はあそこから抑えれる。だから俺も取ったんだ。そして大好きなんだ。この打球は落ちないんだ。あ、そう、いいプレーだね。そんないいプレー見せないで、巨人戦で。抜けて行かないね。おお、なんやねんお前、さっきから自己主張激しいな。取ってほしいんか、巨人に来たいんか。なんかアピールが強すぎる。俺あまりこうやって押してくるやつ好きじゃねえんだよな。我を押してくるやつね。そんな頑張らないで、張り切らないで。中島くん、あんたの席はここにはね、坂本いるんだぜ。いてお前取るっていう選択肢は俺の中には絶対出てこないからね。さらに追加点ゲット。ちょっと中島くんのアピールは強めではありますけど、そんなのは無視して勝ちましょう。今日もね。いや、今日こそはね。これはね、でもちょっとレア度は怖いな。おしおしおし、どん詰まり。あー、まだ。いやさ。2アウト。フィッシャー。直球は絶不調。やっぱ清宮には回したくないね。なんだかんだ言いつつ、なんかあの男に回したら、プラスパワーが働いて能力以上に怖くなるので、秋山、あぶねー、調子の悪さに助けられたかな、今の打球は。絶好調ならもっと芯食ってもっと飛んでたでしょうね。ヒヤッとした。ヒヤヒヤがちょっと続くね、日ハム戦。簡単に勝たせてくれない相手だな。まあそれはね、パリーグ全体そうですよ。やっぱ簡単には勝たせてくれねえや。セリーグだとね、もうわりかし序盤からタッタタって点取って、タッタタって勝つことが多いんですけど、交流戦振り返ってみたらやっぱそういう展開がないな。うまいバッティング。これは中島くんも自己主張はできないね。さあ、ランナーみんな帰って、よっしゃ、3点目。そしてチャンスはまだ広がっている。盗塁とかも果敢に挑むよ。どうだ、あ、今ホームスチール良かったかもしれないね。カットしてこなかったから。あー、その上失敗してる。ちょっとダサいな。やればよかった。そういうとこ頭回らなかったな。やらな、二塁にしてゲッツーっていうのをなくしたかったのよね。その結果点入らず。うわー、ぶざまー。まあ次またああいうチャンスが来たらホームスチール挑んでみましょうよ。まあ、ホームスチールってね、対オンライン戦とかで結構使える戦法なんですけど、対 CP に関しても結構使えると思いますのでね、いけると思うよ。さあ、例えば、このシチュエーション、どうだ、いや、最初から動かしたらあかんやん。何してんねん、あっはっはは、間違ったボタン。最初、セカンドランナーを動かして様子見てね、ホームに走るっていうのがホームスチールですけど、この場合違うやん。一瞬同時にスタートしとるやん。ただアウトになりたかっただけやん。意味ないで、それ野球というスポーツでね。何の意味ないこと今ここでしてしまったわ。ダッサー。ピンチ。もうあとちょっと抑えるだけだからね。菊池雄星さん、踏ん張って。体力的にね、どうだろうか。無理な引っ張りはちょっと禁物かな、点差的にね。まあ、このイニングまでとしておきましょうか。よし。もう最後はドロップカーブ。はい、決まった、三振。おー。ワッツ!キーカだ。なんか嫌な予感がするね。なんかストライクが入らない。いや、なんで?わかんない。いや、なんでだなんでだなんでだ。ここに来て何をしているんだ。バッター近藤、対左に強いということを考えれば、ここで土井、まあ前の試合のこともありますけどね、今日はお前に決める。ここは任したぞ。2試合続けて先輩になってくれんなよ。ランナー満塁だからね。また一発浴びたらお前逆転だからさ、そんなことはないだろうけどね。大丈夫だよね、信頼している。ちょっと怖いんだ。はい、真ん中、2試合続けての行
転なんなのこれ、怖いレベルで真ん中行くよ、そして打たれたよ、で無様に負けるの、いいんじゃない、それで、うん、信頼した結果のこれですわ、うん、2軍行き、お前もや、ええわ、1試合目はこれまでの実績をね認め、ええやろって落とさへんかったよ、まあ、この場合は違うだろうお前、はい、また負けた、4対3、決勝グランドスラムを浴びるんだろうね、当然の話、2試合続けてね、何してんのこれ本当に。代わりにあげるは野上くんですね、まあ、とりあえず土井くんはしばらく2軍で、まあ、1週間2週間くらい眠っていただこうかな、うん、少なくとも今顔は見たくない、これ以上見ると本当お前のことが嫌いになって二度と使わないレベルの選手になりそうですからね、いいピッチャーには間違いないですからね、今ちょっと俺衝動的にいろんなことやっちゃいそうなんで、ここは冷静にやるべくして一旦顔を見ないということを選択します。連勝止まるは2戦続けて中継ぎの同じやつが打たれて負けるは本当に意味不明なレベルで負けている巨人、3戦目どうなるか、もうこれ交流戦初の負け越し決定ですからね、最後チャンスピンチでこのオーダーでいきたいと思います、正弘田中を先発でいきますので、もう正弘田中完封してくれること、もう今日中継ぎ任しません、うん、もう正弘田中限界まで引っ張ります、変えない方がいい、本当おかしなレベルで真ん中集まってるからね、怖い怖い、今日も同じような負け方したら俺マジで切れるぜ、いや全て破壊するからね、やるよ破壊神だ、自称破壊神のピーマンだからやらせていただきたいと思いますので、別にみんなに被害があるわけではないからね、俺が後で後悔するってだけですから、自分にとっちゃ負しかないんですけどね、ただ今の俺は爆発しそうになってる、いろんなものがちょっとやばいですからね、この試合絶対勝たないと、このちょっとイライラ消えていかんぞお前、こんな気持ちでお前蒸し暑い夜迎えてみよう、お前本当に発狂しそうになるわ、さすがに夜セミのごとか発狂するのは良くないんでね、近所迷惑にもなるんでやめとこう、バラーの一撃ありがとうバラー、あーいかんか、東京ドームなら行ってるやつだな、まあいいでしょう、もう点は取れるんですよ、それ分かってる、それ守れてねえんだよ、2試合続けてね、先発がじゃなくて中継ぎがね、いやもうね、とにかく接戦のあれを作らないことですよね、結局1打同点とか逆転とかのシチュエーションで中盤迎えてってああいう結果を迎えているんだからね、だから点差を開けておくことですよ序盤から、そしたらいいんですよね、ただそういうことができないからこういう結果になってるの、マー君頼むよ、やらないでね、真ん中ーイエーイ、はい、意地でも真ん中を投げるやつ、今ここにおるから勝てへんわ、もうしゃこれで通算100号、あっそうめでたいね、そらめでたいね、巨人戦でよくも打ってくれたね、あおめでとうおめでとう、本来お前は巨人のユニフォームを着てもう今や300号近く打ってなきゃダメな存在だったんですけどね、ただ伸び悩んで結果日ハムに行って花開いて通算100号をこのユニフォームを着ての巨人戦で達成、おめでとう、そんなことはどうでもええねん、なんやねんこの真ん中率、本当にバグなレベルでお前真ん中行ってるぞ、いや俺こんな真ん中投げるユーザーではないよ、真ん中投げずに普通に打たれることっていうのはよくありますけどね、こんな真ん中ばっか投げて打たれるユーザーでは決してない、この短期間でまた下手くそになったってこと？何もしてないのに不思議な力が働いてるんだね、いやいや怖い怖い、まあでも追加点の3点目ですね、まあこの点差なんて意味ないようなものですからね、また真ん中投げればすぐさま同点、もう相手はパワフルですよ、真ん中投げたら当然打たれるわ、当たり前の話、これはライトフライになった、それが常識この世界ではね、だから投げられないの、だからもっと点を取っていかないとダメなの、あまだあの打球は落ちないか、落ちるんじゃないか、あ落ちないね、 OK 分かりました、3点目は取れたぞ、はい正弘田中またピンチで、そしてまたどうなんだろうね、真ん中投げそうになるんじゃないのこれ、ほらまた真ん中いってる、もうなんなのこれ本当に怖いわ、思い出したかのように真ん中行くからね、最終的にね、ずっと真ん中行ってるんだったら完全に PS4 のね故障ですけどね、そうじゃないから、ほら大事な時に嫉妬になるからね、ラスト1球とか、うわ太田の打球はこれはもう単純に打たれただけの話だわ、うわこれあるよ3連敗、いやあるよというかもうあるでしょうね、うん、まさに今負けてますし、もう何なの今日本当に全く抑えられない、で太田にまた死でやられてるっていうね、近藤にもやられて赤羽は取ったー、スーパーキャッチだよ、
素晴らしい。今のはもう今後のプロ野球の歴史に名を残すプレーですね。どうやって取ったんだっていう、見てなかったよボールの方ね。もう勘でしょうね、本能と勘でしょう、間違いない。勘がぴったしはまったんやね今のね。いいプレーがあったんだから、もうだからなんなのこれ本当に。第5球投げた、低め際どいボール投げました。前のコントローラーが俺ちょっと恋しいわ本当、こうなってきたらマジでなんか全然ダメだ。はい、5点目ありがとうございます。その前の1球仕留められなかっただけにも感謝ですよね。あれ仕留められたホームランでもおかしくなかったですから。正弘田中、今季ワーストの5失点じゃないですか。大炎上ですよ、やってくれたよ本当にね。でその後点も取れないしピンチも作るし、いつになったら抑えんねん。あーこの打球も強い打球、なんで打ち、はい、ビッグキャッチでもなんでもないよ。前に出る必要がないからね、正面の打球だよ。で今日打たれてる太田大志、追い込んだそこからだよ、アウトが取れる。これも流してどんなバッティングやねん、もう誰やねんお前、もう意味わからん。もう本当大谷してやられてますよ。この3連戦始まる前の俺の気持ち返してほしいわ本当ね。あの時のオーラついてた、生きてた俺の気持ちね。まあ生きった結果このような結果になったんですけどね。あそこでオーラついてなきゃ、生きてなきゃこういう結果にはなっとらんよ。最終回チャンス来ましたね。このまま終わらすわけにはいかないでしょう。はい、オッケー、センター前に落ちる。ここまでね、同じように、なんてやられてたんであれば、最後俺たちも同じようにね、やってやりましょうよ。試合終盤にひっくり返す、逆転をする。難しい話じゃないだろう。さあ、チャンス広がれよ。チャンスじゃないとプレイできないからね。おえー、ほら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 、7点取って逆転した。自分たちのやったことをやり返したよ。あーで、その後は取れないが、誰に一撃は生まれたんだろうね。ゲレーロか。その辺でしょうね。こうなったら勝つよ。せっかく逆転したんだからよろしくね。バラーか。バラーにおそらく出たんだろうね。カミネロさん、いや、なんでピンチつくんだよ。もう勘弁してくれよ、本当にもう。どいつもこいつも中継ぎが。抑えろよ、お前。ここでまた3試合同じような展開になってみ、絶対に許さねえからな。絶対抑えろ。これ命令ね。第2球。投げた。ボール。第3球を投げた。ボール。いやもうこれなんか嫌な予感する。投げた。うわ、逆方向、逆方向、逆方向。大丈夫。陽大感が、陽大感が取って。ゲームセット最後はなんとか勝利ってだけ、本当に不思議なレベルでね。真ん中に集まってしてやられた3連戦の戦いということになりました。まあ、結果的にね、このバラーが決勝というランホームランを打って逆転してくれましたから、この一撃に救われましたよね。ありがとうバラー。お前がいなければ、これまでの連勝もなければ、この試合3連敗食らってたでしょう。はぁ、いろいろはちゃめちゃな交流戦3カード目ということになっちゃいましたがね、交流戦3カードを終えての現在の交流戦順位はこのようになってます。巨人が7勝2敗でトップですね。ほんで残るは9ゲームですから、まあ、交流戦優勝このままいけばすることもできるんですが、この流れでいったとしてもあまりいい結果は出ないね。なんとかこの流れを変えていかないとね。次回の動画は交流戦4カード目の戦い、ロッテ戦になります。交流戦1位と2位とのチームの戦いになるんでね、まあ日ハム戦以上にかなりの激闘にもなればですね、また危ない試合になるんじゃないでしょうかね。まあいろんな展開が予想されますが、次回の動画楽しく見てくださると嬉しいです。ここまで見てくださった皆さんありがとう。グググググバイ、また会おう。